2008年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第36回大会となった。1月24日にラリー・モンテカルロで開幕し、12月5日にウェールズで開催される最終戦まで全15戦で争われた。2008年シーズンを通してタイトル争いするマニュファクチャラーは2つのグループに分かれる。まず、マニュファクチャラーは フランスのシトルエン、アメリカのフォード、そして日本のスバル、スズキ、フォードのサテライトチームである、ストバート VKM スポーツフォードの異常5チーム。そして、マニファクチャラーチームは、ミュンヒスフォードワールドラリーチームがエントリーした。タイヤは入札制度を用いたことによりピレリのワンメイク制に決定。なおムースタイヤの使用や、タイヤに溝を掘るなどの改造行為が禁止された。 トランスポートセクションでのジャンマリーク奥社クと、ヤリーコールマティラトバラ社、2008年のラリー・モンテカルロで、ディフェンディングチャンピオン、シトロエンのセバスチャン・ローブとコドライバーのダニエル・エレナ。スバルは、新型インプレッサを、アクロポリス・ラリーでデビューさせ、ペター・ソルベルグが2位でフィニッシュした。セバスチャン・をージェノカル・シュトロエン C2S1600、ラリー・ドイチュラントで、ありがとうございます。